はい、どうも、タローマです。2024年7月6日、第22節、コンサドーレ札幌戦のね、スタメン予想をしていきたいと思います。ここいらで勝たないとやばいぜ、ということで、いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は理想高めということでね、えー、いつもあ、あまりかし現実的なことも話すんですけど、今回は理想を高めにしました。なぜならですね、えー、 遺跡の絡みが結構あって、2名も抜けてしまったので、そこいらでお話をしていきたいなと思います。ということで、今日やることですね。今節のスタメン予想、前っと軽く振り返って、予想理由を喋って、勝利へのワンポイント、最後にというようなお話をさせていただければなと思います。今節のスタメン予想ということでね、今節のスタメン予想、佐野の遺跡の影響でスタメンが読めません。なので今回は理想多めになるかなと思います。 えー、さらにはね、かきたがおりませんので、まあ、ベンチも入れ替えがあるかなと思っております。えー、様々なパターンを考えましたが、今回は一つのアンサーで勝負したいと思います。前節はね、えー、3つスタメンを予想したんですけれども、今回は1つに絞りました、えー。またね、ここ4試合勝ちなしとなっておりますので、他でもね、いろいろ変更があるかなと思っております。ということで、まあ、変えられないところも含めですけれども、スターティングラインナップです。 ゴールキーパー早川、右から能の上田、関川、安西、知念、柴崎のツーバランチ、知念は右、柴崎、左ですね。樋口が右に入って、名護、トップ下、左に諸岡、ワントップ、鈴木優マの4、5、1となっております。ということで、ベンチでってですね、ゴールキーパー、山田、ディフェンダー、菅井、三翔田船橋、 ドイ、富士を入れております。フォワード、チャブリッジと徳田ということで、まあ、ちょっとね、ここら辺のところで、まあ、まずスタメンから少しお話しさせてもらうと、まあ、今回ちょっといじって左のね、仲間を、ちょっとね、スタメンからもベンチからもちょっと一回外しました。まあ、特別悪かったかと言われれば、 悪くはなかったですけど、良かったかと言われれば、良くなかったので、まあそろそろ序列に変化があるんじゃないかなと思います。で、前日はね、藤井もいいプレイしてましたし、まあ、これが現状鹿島のベストに近いんじゃないかなと思います。またね、樋口もある程度こう、裏抜けだったりとか頑張れるようになりましたし、あの、やっぱ高い位置を取った時の樋口っていうのは怖さがあるので、ここをね、ええー、 えー、ひぐちを右にすることによって高い位置取ってほしいなっていう願いを込めてです。で、知念はね、右で、能々がね、よく上がるので、能々のところのバランスを見てもらえるのは口、ひぐち、知念かなと思っております。で、右のね、えー、右じゃない、左はですね、芝、ま、崎、あ、が入ることによって安西とこう、コンビを組みながら、えー、ビルドアップの前身が左、これでよりスムーズになるんじゃないかなと思います。さらにね、諸岡っていう、 ドリブラーをね、左に据えることによって、えー、裏抜け以外の特徴が出せるんじゃないかなと思って、ちょっとここで、左がちょっとほじめの選手を置いて、えー、全体的に左で押し上げつつ、右で仕留めるような、今、まあ、樋口もね、右で押し込んでいれば仕留められますし、えー、布もね、キック精度高く、シュートもうまいというところで、こう、左下がりの右肩上がりで、左で押し込みながら、右と、 さらに押し込んであげて、右でフィニッシュみたいなイメージで、ちょっとメンバー組んでみました。で、船橋はですね、えー、ベンチに入れた理由なんですけども、まあ、後ろのポリパレントな選手が欲しいなと思って、まあ、サイドバックをそれなりにできます。で、センターバックでの練習をしておったようなので、船橋が入ってくれたらいいなという。まあ、がいなくなって、本格的にね、センターバックが、えー、メン、サブのメンバーで、 誰も控えがいなくなってしまったので、そうなるとね、船橋、まあ、机かもしれませんけども、よりポリバレント性を活かして船橋かなと思ってます。センターバックは練習でしますし、サイドバックも、えー、もともとね、えー、サイドバックもね、それなりに、えー、守備と締めとしては悪くなかったと思いますし去年。で、<laughs> 柴崎、知念を変えるってなった時に、それなりに守備の強度を保ちたいってなると、 えー、土井がボランチに入るっていうことも考えたんですけど、ちょっと守備力足んないなと思って、まあ、この船橋っていうのは結構キーになるんじゃないかな、ベンチの。と思っております。で、フォワードの徳田のところは正直仲間でもいいかなと思ったんですけども、まあ、柿田がいなくなってしまったことを考えると、徳田はそろそろベンチに入るかな。 とも思いつつ、でもベンチに入れて試合使わないぐらいだったら、ユースで試合出た方がいいんじゃないかなとも思ってます。なんでね、徳田をベンチに入れるということは、90分のうち10分ぐらいは、えー、試合で使ってあげてほしいなということも願いを込めて入れてます。ただ、現実的な話をすると、多分仲間が徳田の代わりに入ってきて、徳田はユースの試合出るんじゃないかなと思っております。ということで、前日軽く振り返りましょう。 まあ相手のパワーはね、ろに受けてしまったゲームだったなと思います。パワー負けしたゲームでした。えー、神戸はね、前回対戦と比べて、まあ強さが増してましたね。えー、やっぱ局所局所で、鹿島は負けすぎた。えー、鹿島はね、先制したにもかかわらずですね、負けてしまったというような感じですね。えー、やっぱりですね、こう、相手の大迫、あと中盤2枚。 で前のね、前は3枚並べてるんですけど、この真ん中の3枚っていうのが結構こう、ローテーションしながらうまいことボールに関わって、ゴール前でも怖さを出してくるっていうところで、神戸はね、前回と比べて、かなりね、能力というか特性があってきたなと思って、あれやっぱ、入れがいるとちょっと怖いですね。と思いつつ、まあ、ああいう選手がね、山口ルもいて、結構、まあ、もろにね、やっぱパワーがあって、 ある選手たちの力に負けたかなと思ってます。まあ、正直ね、天才よりはね、よくやれてたかなと思います。3点失点するようなゲームじゃなかったかなと思ってます。まあ、しかしね、この結果を受けると、ガンバ浦和戦っていうのがもったいなくなってしまった。もっと言えばね、東京ベルディ戦であったりとか、勝てる試合で勝てなかった、引き分けになってしまったっていうのがちょっともったいなかったかなと思います。ただね、負け、 そうな試合引き分けになってたりとかするんで、なんとも言えないです。しかも負けそうな試合勝ってるゲームもあるんで、なんとも言えないですけど、ちょっとね、まあやっぱ、勝ち点だけ計算すると、前節負けてしまったことによって、ガンバ戦、浦和戦っていうのはもったいなくなってきてしまったな、というふうに思います。まあこれを生かして神戸戦かけていればよかったですけどね。ということで、予想理由です。えー、コンサート通りで札幌のね、状況からいきたいと思います。えー、5戦5敗、直近リーグですね。 えー、リーグは1位、リーグ位は20位。えー、リーグ77連敗ですね。えー、ゼ絶不調と言っていいでしょう。鹿、え、島、ー、もね、4試合勝ちなしなんで、まあ、札幌をね、倒して自信を取り戻したいところではあります。まあ、自信がなくなったかと言われれば、神戸戦で。そんなことはないと思います。大阪、あの、鈴木馬が鹿島にはいなかったですし、そういった部分を考えると、まあ、うん、まあ、自信がまるっとなくなったかと言われれば、 ただ4試合勝ちなしなんで、ちょっとずつ失いつつはあると思うんで、この辺でね、ちょっと勝ってほしいなというふうに思います。えー、ユーマが復帰。まあ、使わない手はないですね。えー、樋口はそのまま左へ、えーえー、左へ行きます。えー、えー、諸岡が右へ。あ、違う。樋口はそのまま。 左はモロカへってことですね。<laughs> すいません。えー、モロカ、えー、ヒグはですね、えー、前説通りのプレイぶりなら、再びチャンスが得られるかなと思っております。また、えー、前説のね、仲間の敵であれば、えー、モロカが使われる可能性は高いかなと思います。スタートからね、モロカ。えー、藤井というよりかはモロカを使った方が無難かなっていう。もやっぱ藤井はどちらかというとリーサルウェポン的な、えー、ゲームチェンジャー的な部分の役割の方が大きいと思いますんで、後半から、 藤井が出てくるみたいな方が、鹿島としてはいいんじゃないかなと思います。ということで、えー、そのところはね、柴崎が入ると思います。えー、佐ね、ボランチに入る、あ、じゃない、柴崎がボランチに入るということはですね、まあ、今シーズンの今までのサッカーというのはできなくなる。 ボランチが回収しまくって、デュエルに勝ちまくって、ボールをなんとか、えー、ボランチが奪い切って、えー、短いターンで攻撃を続けるみたいなサッカーはできないですね。まあ、ということは、まあ、ポポビッチは様々なサッカーを考えているという発言もしてましたね。なので、個人に重きを置くターンに入るかもしれないということで、具体的には次のページでっていう。これは遺跡時の話も、でもあったんですけれども、 えー、遺跡地の話とちょっと変わりましたということで、左にね、柴崎が入ってるんですけど、まあダウンスリーした時の形っていうのがですね、現実的にはこうなるんじゃないかなと思ってます。柴崎真ん中に落ちて、まあ関川上田っていうのが右左にいて、知念が一つ前。で、この知念の脇あたりに名護が降りてくるような作家になるんじゃないかなっていう風に思っております。 ただですね、まあ理想の形としてはこっちなんじゃないかなと思ってて、あ、ちょっとね、これも間違ってますね。上田と関が逆ですね。あー、ごめんなさい。関川と上田逆っすね。これちょっと皆さん頭の中でね、あの、考え直してください。ちょっと時間なくて直してる場合じゃないんで、ごめんなさい。ということで、えー、上田が右に入って関川がセンターバックというか、ダウンスリーした時の真ん中、えー、左がね、 え、柴崎というような形で。まあ、柴崎がここに入ることによって、まあ、左前に安西がいるわけですよね。まあ、ここの二人のところでゲームを作って、ボールを持てて、ボールを差し込めてっていうようなサッカーができた方がいいんじゃないかなと思います。なぜ俺は席側を右にしたのかよくわかんないです。ちょっとね、ボケっとしてましたね。ちょっと急いで作ったんで、ごめんなさい。ということで、こんな感じですかね。で、勝利へのワンポイントということでね。 えー、ディフェンシブサードおよびミドルサードの前進というところがポイントになるかなと思います。これ何かっていうと、えーまあ、サッカーの前方後方っていうのは、まあ、3分割に分けられるんですよね。ディフェンシブサードっていうのがですね、まあ、ディフェンス陣がいるあたりで、ミドルサードっていうのがミッドフィルダーがいて、オフィンシブサードっていうのがフォワードがいるあたりなんですけど、まあ このディフェンシブサードおよびミドルサードの前進の仕方っていうのが、まあ、佐野がいなくなったことによって、まあ逆にすんなりいくのかなと思ってて、まあただね、関川、上田が変わんないんで、どこまでね、ディフェンシブサードが改善されるかわかんないですけど、えまあここのね、変化っていうのは興味がつきません。まあなんで、興味なんで、どっちかっていうと勝利へのワンポイントってわけじゃないですけど、ここはね、どれだけスムーズになるかによって、こう、ブランチが回収できない分、 ブランチで回収できない分、ここの、が、ポイント、武器になっていかないと、鹿島としてはもうちょっと手詰まりになっちゃうので、まあ、ここのね、前進の仕方っていうのがね、今回、鍵になるんじゃないかなと思ってます。で、今までの,のようにね、えー、あまりリスクを取らずに前進するかっていうのは、まあ、ボールを単純に言えば蹴るみたいな形ですよね。で、えー、鈴木優馬がセるなり、えサイドにね、散らすなら、えー、諸岡であったりとか、 えー、仲間がせる。あとはですね、名護が足元で受けるとかありましたけど、こういったプレーをね、して、キーパーからね、ディフェンスラインから、こう、あまりリスクを取らずに、えー、いろんな縦をっ突っ飛ばして前進するのか、それとも後ろから繋ぐのかっていう話ですね。えー、護・柴崎・安サキ、アユーマなどでもね、ボールをうまく動かしながら前進する可能性は高いかなと思ってます。で、最後、ここで、えー、右に、 えー、ひぐがいて、左に諸岡がいるっていうところで、まあ、フィニッシャーになれるタイプの選手でもありつつ、えー、ひぐに関してはまあ、クロスとかね、キックの質もあるんで、っていうところで、えー、選んでいるっていうのも、えー、一つの理由になっております。ということで、えー、さがいなくなりね、ネガトラの部分っていうのはね、不安が残ります。ネガティブトランディションですね。えー、柴崎がね、入ることでね、この部分での、 えー、全身がうまくなる、いくように思ってますっていうのはディフェンシブサードおよびミドルサードの全身ですね。まあ不安がある部分もありますけれども、全身がうまくいくようになる部分もあるんじゃないかなと思ってます。まあ特にね、長短のパスがうまく顔を出して、えー、ボールを引き出せる柴崎のね、特徴っていうのがマッチしてるんじゃないかなと思ってます。まあしかしね、そのあたりはね、ポポさん次第ですね。ポポさんがどれだけこの1週間で 仕込めるか、まあ、仕込む時間を取ったのかっていうのが気になりますね。ただまあ、本当に、佐野がいなくなったことによって、えー、できないこともあるけど、佐野から柴崎になったことによって、できるようになったことっていうのもあると思うんで、ここはね、注目していただければ、えー、それが必然的に、勝利へのワンポイントになるんじゃないかなと思っております。えー、最後に。 パルティードはパルティード。試合から試合へということでね。でまあ選手も切り替えているんでしょうけれども、サポーターも切り替えなければなりません。まあ相手が最下位だから勝てるかってね、そうじゃないですね。いつだって勝つために全力を尽くしてきたではないか。えー、緩まず叩きのめすつもり、叩きのめすぐらいのつもりで、えー、サポーターも心構えましょうということで。えー、まあ、そうですね。 まあ相手がどこだろうと全力で戦いましょうよ。理解よくです。試合の振り返りになります。ぜ、ま、ひ、あ、ね、鹿島に勝ってもらって気持ちよく試合の振り返りをさせてください。ここ4試合気持ちよくないです。つらいです。ということで、頑張れ、アントラース、えー。いつもご覧いただきありがとうございます。えー、皆様のおかげでね、楽しく動画を撮れております。えー、これからも、ね、気が向いたらグッドボタンを押してください、えー。ついでにね、コメントもいただければ幸いでございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、いかがでしたか まあちょっとね、えー、部屋の中が暑すぎて、ボケてます。あの、実際に、ね、スライドでもミスあった。そこは、すいませんでした。でもね、えー、まぁ、あ、言いたいことは伝わってればいいと思います。はい。伝わるように頑張っております。えー、試合の振り返りも見てくださいね。ということで、さよなら、じゃあね、バイバイ。